ダニエル・ウェブは、アメリカ合衆国ケンタッキー州、マクラッケン軍パデューカ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。2008年の MLB ドラフト12巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名されたが、契約には至らなかった。2009年の MLB ドラフト18巡目で、トロントブルージェイズから指名され、8月17日に契約。2010年に、 参加の A-9 オーバーアンダブルデイズでプロデビュー。13試合に登板して0勝6敗、防御率5.2439奪三振の成績を残した。8月に A 級ランシングラグナッツへ昇格し、2試合に登板した。2011年は A 級ランシングとルーキー級ガルフコーストリーグブルージェイズでプレー A 級ランシングでは18試合に登板し、 4勝5敗、2セーブ、防御率5.5951奪三振の成績を残した。2012年1月1日に、ジェイソン・フレイザーとのトレードで、マイルス・ジェイと共に、シカゴ・ホワイトソックスへ移籍した。A 級カナポリス・インティミデーターズで31試合に登板し、1勝8敗3セーブ、防御率5.8150奪三振の成績を残した。二千十三年は、 a 級ウィンストンセーラムダッシュで開幕を迎え、8試合に、登板。1勝0敗にセーブ、防御率0.0019脱三振と高騰し、6月に、a 級バーミングハムバロンズへ昇格。13試合に登板して0勝0敗4セーブ、防御率1.7721脱三振と高騰。トリプル a 級、シャーロットナイツを経て9月3日にホワイトソックスと、 メジャー契約を結び、翌4日のニューヨークヤンキース戦でメジャーデビュー。4点ビハインドの7回裏から登板し、1回を投げ、1安打1失点1支球だった。この年はリリーフとして9試合に登板し、0勝0敗、防御率3.180奪三振の成績を残した。2014年3月1日にホワイトソックスと1年契約に合意し、開幕ロースター入りした。 同年は、チームのリリーフ陣の一角として、チームで2番目に多い57試合に登板、防御率3.996勝5敗を記録した。しかし請球が悪く、67.2インニングで42のフォアボール、よし休率は5.6だった。2015年は出番が減少し、27試合の登板に止まった。 30.0イニングで22個の支給を与えるなど、請求難は相変わらずであり、防御率も6.30と炎上して、シーズンを終えた。2016年は、メジャーでは1試合に登板しただけだった。マイナーのトリプル A 級シャーロットでも、7試合の登板で2勝1敗にセーブ、防御率3.38という成績を残したに止まった。オフの11月3日に自由契約となった。 2017年はトミー・ジョン手術の影響で全休したが10月14日にテネシー州でバギー車に乗っていた際に障害物に接触し首を骨折する事故に遭い頭部外傷のため死去した。同乗していた夫人も重傷。ありがとうございます。